青い館。さあ、このコースは、とりあえず青い方に進めばいいっていうことなんですけれども、青い方、青というと緑が一応青っていうことかな。緑ってなんか青って言ったりするもんね。こっちが正解ってこと？いや、違うね。これどういうことだ？こっちがじゃあ正解ってことだよね。こっちが正解で、でも青なんてないけどね、青なんて。こっちが青ってこと？え？どういうこと？ここちょっとね、説明文のところに戻ってくると、青い館と呼ばれる館に来た。しかし青いところに進むと戻される。そうだよね。そういえば道中で反転という文が書かれた紙があった。これはヒントかと。で、反転っていうのがね、この画面のマリオ見てもらうとさ、通常の色じゃないよね、これ。なんかあの青白い色になってるね、マリオが。だからこれがまさかの本体設定の画面の色を変えるで、色を反転っていうのがあるんですよ。で、これをしてゲームに戻るとはすごいことになってる。青になってるんだよね。土管がまさかの青になってる。だから戻されなかったと、ここは。そしてこれ見ると、なんと、色が反転すると紫と青で、こっちが正しいルートというのがこれでわかりますね。まさかの、まさかの本体設定の色反転を使うとは思わなかった。で、これもさっきこっちかなって入ったけど、この反転状態で見たらこっちが青だから、この左が正解と。そして、青がいっぱい、ちょっと気をつけて、やられないように。気をつけてよ。よいしょ、ドン、ドンと。危ない。気をつけて。ドン。オッケー、危ない。いけた。この次は、これとこれか。P は青じゃなくなってるから、こっちだね。こっちがこれ、オンブロックかな、これ。こっちに行くと。こっちが正解ってことだね、多分。いけた。これは黒、青だから、これが正解ってことかな。これ多分、色ついてるよね、多分これ。ボム兵、多分お前色ついてるよな。あ、ついてた。ついてたから、こっちに行けば正解と。でもって、ここ叩いて、よいしょ。上に行けばいいのかな。上に行って、ほい。んでもって、ここを叩けばいいのかな。これ青だからこれだよね。これを叩いて、次がどうなる？キノコちゃんが出た。あ、とりあえず鍵ゲットできた。これで、ドアに入ればいいと。さあ、続いて、中間とりあえずあったから、紫と青だから、こっちが正解ってことだね、多分。カメックの方が青になるんだ。オッケー、合ってた。これ何？なんか毒キノコみたいなの出てきたよ。毒キノコみたいなの出てきたけど、これ1アップかな？ 1 アップだった。さあ、そして、青い方は月草じゃなくってクリボだね。クリボが青い方だから、こうして、危ない、いけた。よし。この時計台は何？こっちの反対側に何かあるわけではないと。では、土管に入っていく。いや、これさ、この発想はなかったよね。まさかのさ。これは青は一番上かな。一番上が青。まさかのさ、本体機能で色を逆転させるなんてさ、普通浮かばないよね。上と下で、下が青だから下。こっちが正解ってことですね。よかった、いけた。さあ、これで、ドアに入ると、ゴーって書いてある。待ってよ。スターが×って書いてある。スターが×って書いてあるから、っていうことは、スターが切れた後にこう行けば、いけた。次がボス。OK、ボス。誰だ、ボスは。青いボスなのか、これもやっぱり。青いるね。花ちゃんが青だね。あとは赤と紫と黒と。花ちゃんを踏めばいいということかな。あー、ちょっと待って。難しいぞ、結構。よいしょ。ほい。当たらない。ちょっと待って。死んじゃう。上にこう誘導して。上に誘導して、こう。あ、ダメだ、当たらない。ちょっと待って。難しいぞ、これ。よいしょ。いけた。あー、さあ、今度こそ。
花ちゃんを狙えばいいんだね。花ちゃんを狙えば、花ちゃんを狙ってどう行けた。もうケイン、これでいいんじゃないか。これで進めるようになるんではないかな。多分青をちゃんと狙ったから、青を狙ったから大丈夫なはずだけど、どうかな。そう、いけたいけた、やっぱりいけた。これで、あーちょっと死んじゃう死んじゃう、待て待て待て、危ない危ない。色が反転してるからさ、見えづらいんだよね。よかった、いけた。ここに来て、これでゴールかな。最後は黒と紫と青だから、それはやっぱり青でしょ。青のところに行けばこれで、てっぺんゴールと。よかった。はい、ということでまさかの色を反転させて、クリアするというコースでしたね。いや、この発想はなかった。皆さんもよければ遊んでみてください。ファスターファスターファスター。さあ、みんなでバトル用コースということだ。待って。あれ、これは、あ、これもしかしてみんなでバトルは、できないのか。なるほど。ただ、レベル層は聞ける。一人用モードと分かれるんだね。そうそう、みんなでバトルとさ、ソロプレイの時ってさ、仕様がちょっと違うんだよね。レールとかの仕様がちょっと違うんで、その辺を使ってるっていう多分、おーっと。どこでもいいのかな。こっち。ほい。ここ。これで、これで切り替わる？切り替わるのかな？切り替わらないよ。ちょっと待って。合ってた？合ってた？大丈夫？合ってた？これ。住んでない？大丈夫？あ、大丈夫だ。よし、いけた。さあ、ここからはバトルコース。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。バトルも前よりは多少は上手くなったはず。よいしょ、いけた。こっち、こっち、こっち、こっち。でもバトル上手い人は本当上手いからね、それに比べるとちょっとあれなんだけど、それでも前よりは多少上手くなったけど、と言いつつ遅い。遅い、遅い、遅い。こっち。いける、いける。さあ、上がっていって、上がっていって。よいしょ。これは上にこう上がっていっての。さあ、これでとかに入る。あ、なるほど。これで50コインを取って、クリアと。すごい、なんか演奏があるバトルコースってまだ当たったことがないからさ、なんかやってみたい気持ちはすごくある。これは、左はあとは時間稼ぎですね。みんなでゴールするための時間稼ぎの、仕掛けですかね。さあ、あとはゴールまで待って、この次かな？この次に、レンガブロックが壊れて、Pスイッチが出るのかな？さあ、Pスイッチが出たから、これでゴールと。いや、いいな。こういうバトルコース出てほしいけどな。なかなか出てこないよね。音楽も合わせたようなさ、バトルコースって。はい。皆さんもよければ、遊んでみてください。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。